皆さんこんにちは、りなです。ドイツから帰ってきたのでうどんを食べたいです。今日は定番の丸亀製麺に来てます。お邪魔します。これ美味しそうだよ。明太釜玉、うん、明太釜玉一つと鬼おろし鶏からぶっかけ一つ、並で大丈夫です。来ました、天ぷらコーナーです。天ぷら何がいい？あ、はい、ありがとうございます。おお、美味しそう。明太釜玉も来ました。私はさつま芋が欲しいけど、たかなんか欲しいものある？これかぼちゃとちくわ。あ、いなり寿司も1個食べる？ネギと天かす。ただいま。なんか東京にいた時によく釜玉を食べてたけど、明太釜玉はあんまり食べたことない気がする。東京の時日本橋に住んでて、カニ屋っていう釜玉のめちゃめちゃ美味しいお店があったよね。そう、あれめっちゃうまい、めっちゃ美味しい。本当にもう一回行きたい。東京に住んでる人は日本橋のぜひ行ってほしいよね。あれ動画にしたよ、ぜひ見てみてください。東京に住んでる人一回行ってみてください。皆さん見てください、これが鬼おろし鶏からぶっかけ。冷たいよね、めっちゃ夏って感じだね。あ、さっぱり。いいな、それも。めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするよ。ドイツでうどん食べれなかったからね。そうだから、ラーメンは食べたんですけど、うどんはね食べれなかったから。あのラーメンも美味しかったね。そう、ドイツで食べたラーメンめちゃくちゃ美味しかった。ミュンヘンの。高いけど。めっちゃ高い。2人で5000円。そう。ここだってさ、1000円ちょっとじゃない？2つ頼んで、天ぷらも頼んで。だから日本のコスパの高さとこのクオリティのうまさ。だから日本のなんか恋しくなるものもたくさんあるけど、うん、私はドイツから離れて恋しくなるものある。ドイツビール？それは高でしょ。私はドイツでネットフリックスを見ることに慣れて、だからドイツのネットフリックスと日本のネットフリックスの内容が違うから、皆さんが知らないかもしれないけど、ジブリの映画は日本のネットフリックスには入ってないけど、うん、そう、ドイツのネットフリックスに全部揃ってるよ。だからドイツ行く時に見てたよ、もののけ姫とか。そうそうそう、日本で VPN を使うことでドイツのネットフリックスが見ることができる。セキュリティの面でもいいし、あと世界のどこでもつなげるということでもめっちゃ便利だよ、うん、だからすごく分かりやすいこと言うと、中国に行くとネット規制ってあるじゃん。あ、そう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 。で、中国に行ってネット規制にかかっちゃうと YouTube とか見れないんですよ。 VPN があると中国にいながら日本からネットをつないでるかのようにアクセスできるから、中国にいても VPN を使うと YouTube が見えたり、そう、 Google マップが使えたり、そう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 っていうことができる仕組みが VPN なんでね。そう、私が使ってるサービスは Surfshark というサービスです。俺の友達でもその Surfshark の VPN 使ってる人いっぱいいるから有名だと思う。今回は私たちの視聴者限定にプロモーションコードをいただいて、 LT ブログというプロモーションコードを使うことで 83% オフをいただけると、プラス3ヶ月無料でもらえる。で、まあ、いくつか その1ヶ月プランとか1年間プランとか2年間プランとかが選べれる。で、そのウェブサイトはちなみにちょっと読んであげるね。 https://surfshark.jp/partner/LTblog です。もし興味がある方は概要欄から飛んで調べてみてください。いただきます。明太釜玉めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだね、これ。これは日本だよ。そのちょっとスパイシーな感じの明太子の味はドイツに一切ない。もちろん生卵を食べることも一切ない。いや、これは本当にドイツにありえない。うどんのお店があってもこれはないよ、絶対。確かに生卵食べないもんね、ドイツ人。海苔とかもないし、ネギぐらいはあるよ。タカもやつも食べたいよ。どうぞ。まだ俺食べてないけどね。残念だね。もう気に入ったらこれ食べるよ。これめっちゃ美味しそうじゃない？
夏、ザ夏って感じね。そうだね、おろし、あの、ナスはもちろん高に揚げるけど、うどんとおろしと、あの、チキン美味しそうだよ。めちゃめちゃリフレッシングだよ、ね、作りたて、ね、茹で上げた麺はめちゃめちゃうまい、プリプリ、うん、めっちゃうまい。交換する？うん、返して返してください。ちなみに丸亀製麺って海外にも何店舗かあって、うんうん、残念ながらドイツにはないんだけど、うん、イギリスにあったよね、うん、あとアメリカとか、あと東南アジア系の国はよくあったりするから、海外行ってこのクオリティ食べれたらマジで最高だよね。皆さんの一番好きな丸亀製麺のメニューを教えてください。何がうまいんだろうね。シンプルに釜揚げうどんとかで醤油こうバーッとかみたいな。キツネとかも美味しそう。うまいかもね。タカ、ちなみになんでうどんが天ぷらのお供なの？うどんのスープにつけながら食べてもいいよってことじゃない？タカのやつにディップしてみる。今日はかぼちゃと、ね、あのさつまいも、ちょんちょんちょん。うん、美味しい。テーブルに塩が置いてあるよ。だからちょっとちょんちょん。これはさつまいもかな？イエス。でかっ。持ち上げられないよ。火を振ったら美味しいよ。引くわ。絶対美味しいじゃん。うん。青のりの香りがして美味しい。食べてみる？の、食べない。魚臭さとか全くないの？結構です。今、かぼちゃとさつまいも両方食べたけど、うん、このさつまいもの方が甘くて美味しいわ。そう、私もさつまいも派だよ。うん、あと、こう塩かけてやると、ね、より甘くなって美味しい。ね、うどんはもっとすすって食べないと。これ明太子だからさ、香りもこう入ってくるじゃん、すすると。そうなの？だから多分ね、本当の美味しさを味わえてないと思う。ねえ、なんてさ、こうチュ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 って。そうだよ、チュ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 だよ。違うね。ザザザザザッと食べる。ちょっとすすってみるよ。全然進んでない。だここが詰まってるからさ、もうちょっとさ、上に上げて余裕を持たせてから、こう、あと口ももうちょっと開けないと。開けるとブーッと出てくるよ。違う違う違う、麺と口の間をちょっと開けないと空気が入ってこないじゃん。今こう密閉されてるから、口がキュッと。もうなんかそうめんだったらなんとなくできるけど、ね、うどんは長くて重たくて進まないよ。無理だよ。だからこれをちょっと一回ずーっと揚げて、そう、ほぐして揚げて、あ、そうそう、でこの状態で口を閉じすぎずにちょっと開けた状態で吸う。あ、そう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 、できてるできてる。けどちょっとまだ口をね、閉じすぎてる。ちょっと口を開けないと美味しさが全然変わるよ。そう、私の普通の食べ方で美味しさが全然変わりますよ。コメントでもよく来てるよ。レイナさん、すすれないんですねって。あんだけ日本語上手なのにすすれないんですねって。すすれない。だから次回ドイツ行ったら、レイナの両親にもこのすすり方を俺が教えてあげるっていう。そうめんを使って一番そうめんが簡単じゃん。細くてさ、こうスルスルしてるから、誰でドイツの家族を日本人化していくっていう俺の活動。でも本当にドイツだとこのすすることが失礼に当たるから、まあ、ドイツだけじゃなくてアメリカとかもそうだと思うけど、海外行って気をつけた方がいいかもしれない。じゃあ最後は稲荷だよ。稲荷寿司はちなみに あっちで有名だよ。豊川稲荷。豊川稲荷行ったもんね。うん、そう、いろんな稲荷があって美味しいよ。これも甘くて美味しいよ。甘いご飯ってさ、海外の人はあんま受け入れられないよ。そう、私たちの両親もタカのおつまみを食べた時にずっと言ってたでしょ。
うん、なんでそんな甘いのっていう。あ、スルメイカとかさ、噛めば噛むほど甘い感じになるけど嫌だって言ったもんね。だからこれもドイツの両親はあんま好きじゃないですね、いない寿司。あれ食べたでしょ、あのどん兵衛、うどん。あ、どん兵衛の油揚げね、甘いもんね。私大好きだよそれ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう今日大須にいるからちょっとだけ大須で甘いものを食べた方がいいよ。はい、大須に入ってきましたよ。いろんなところに食べたい甘いものがあるよ。これだよ、これこれ。焼き芋ソフト。これすごいね。え、コーンの中に焼き芋入ってるけど、あれ上にソフトクリームが乗ってるの。あ、これいいじゃん。あの一番ください。これはめっちゃ美味しそうですよ。この中に焼き芋が入ってて上がソフトクリームだって。そうだよ。そのソフトクリームも芋のソフトクリームだよ。だからフル芋パンチだよ今日は。うん、ここに焼き芋とかも売ってるよお店で。うん、すっごい濃厚な。もう本当に芋が入ってるこのソフトクリーム、めっちゃ美味しい。食べてみて。うわ、芋だでしょ。すごだから食感も食べてるみたい。どっちかというと芋でしょ。ね、本当に芋が入ってるよ。これあれだ、ソフトクリームに見えるけど芋だ。冷たい芋。焼き芋うまかったね。日本にしかないよそれも。そうだよね、焼き芋ソフトなんて日本特有だよね。日本に帰ってきてから思う存分日本食を食べてます。うん、それはそうだよ。タカはもうずっと今日の夜焼肉だよ焼肉だよって言い続けてる。ドイツに焼肉ないからね。焼肉大好物ですけど、はい、ドイツに焼肉食べれなかったんで、はい、バーベキューはしたけどね。はい、はい、ということで今日はこの後夜焼肉に行きますが、はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。